今回は、アカネとアクアの性別が逆転したら最高じゃない。という設定に対しての反応を紹介していきます。ネタバレ、感想を含みますのでご注意ください。アカネるアクア。私はいいと思います。むいいね歩道橋のシーンがとてもいいものになりますね。男性読者の脳が焼かれてしまう。 清和に見えて強強な茜猫君によるは分からせられちゃうマリンちゃん。それはもう茜猫君が主人公なんよ。マリンちゃん可愛いねで似ちゃれる。私は敵じゃない。お願いだから落ち着いて。そっちにアクアちゃんのスパダリに覚醒する茜猫君にはスタンディングオベーションが止まりませんでした。ぬっ。復讐者として闇落ちした女優の元カノを連れ戻すために奮闘する天才イケメン若手、俳優とか完全に流れが少女漫画なのよ。 マリンちゃんだと五六の痛さも魅力的に。コレキスはマリンちゃんから言ってるよな。いやー盛り上がって参りました。多分普通的な意味で板踊り自しくなるよ。見てて辛くなる系統。茜君ってデカそうだよね。何がとは言わないが。逆にマリンちゃんはバランス良さそう。というかハイにしろルビーにしろ出るとこはちゃんと出てスタイルめちゃくちゃいいからな。 ゴロウの性別は原作通りとすると TS 転生か。え ?TS 転生だとダメージ倍増しでガチの精神化案件になりそうだからちょっと止めよう。下手すると地獄度が原作を超える。この場合他のみんなの性別も逆転してるのか、点点点点点点？それだとサリナちゃんはジョイゴロウに求婚してルビーはアカネ君に念の差と同性愛について聞くことに点点点点点点。似たようなすれ見かけたけど、 愛とか神木逆だと地獄なるで。というか原作の序盤の展開ブレイクになるし、ここは愛と神木以外性別、逆転とかかなキスした後独白で、茜は使えるって悪い顔で言ってる悪アはア。その癖赤根君に絆されちゃうのエッチじゃん。マリンちゃんだといろいろ周りの情緒がおかしくなりそうだからね、監督とか事案になりそう。 二人だけ性別逆転だとルビーとマリンの美人姉妹でバラエティ番組独絶シスコンはね、かけるおバカシスコンマイのイチャイチャが見れて美味しすぎる。というか双子ユニットのアイドルで売れる可能性が普通に出てくるな。マリンがやるかは別として。マリンちゃんジップ探しに業界の男性と接触する機会多いと思うし、アイドルを聖域だと思ってそうだからリスク考えて B マ町には入らないスタンス取りそう。 そもそもトラウマ残ったままだとアイドル無理そう。いやセンターじゃなきゃなんとかなるか。宮崎で涙を拭って茜くんよりも低い身体なのに茜を守りたいって言ってキスするの。控えめに言って最高。復讐対象が死んでないことに気づいてこのまま幸せな日々を生きていいか茜君に委ねる。マリンちゃん。マリンちゃんを守るために神木に退治しようとする茜君。それに気づいて残酷に突き放すマリンちゃん。くういいね。 アカネとカナの因縁も変わるな。カナを死するアカネ君との三角関係。愛の真似なんて誰にもできない。あれは天性のものだ。ましてや男であるアカネなんかに。悲惨な過去を持ってる好きな女の子が自分と過ごした時間は幸せだったとか言われたら覚悟、決まるのも納得しちゃう。なおアカネの見た目は原作通りとする。 二人だけ性別逆転の体で行くけど、ゆきちゃん信ぶと三角関係して小悪魔に翻弄される愚か男ムーブしてんな、ってところ、復帰後マリンちゃんと距離縮めてて何事。てなりたい視聴者。自分を救ってくれた女の子にぞっこんな赤根君で来ぶっちゃうな。赤根君に神木が勝てるビジョンが見えない。二人とも持ってる重装ちゃんへのクソデカ感情は恋愛が絡まないなら、原作より理解しやすそうだな。 イチゴプロダクションめちゃくちゃいい匂いしそう。歩道橋から飛び降りようとした赤根君を救ったアクアちゃん力強くない赤根くん包容力ありすぎて読者が彼女になってしまう。赤君が絶体絶命の時に颯爽と助けに来てくれるイケメンマリンちゃんもなかなか。自分にだけ弱さを出してくる彼女、これは守らねばモードになる。マリンちゃんだとまんま天性ものの女主人公で赤君はスパダリ感がすごい。 マリンちゃん魔性の女だから見守らないととジェラッチャーを赤猫くん。加入タイミングはわからんが、愛と妹のため最終的にはビーコ町に入ってそう。涙もろいや、金くんいいよね。元から女性だとしたら人恋しさでこういう関係終わってるジョイが爆誕してしまうので、愚しさはどっちでも高止まりなんだよな。そういうスレもあった。風邪をひいたマリンちゃんの看病にやってくる茜君？ マリンちゃんは弱ってるところを見られたくないけど、心も弱ってるから不安定になってる。茜君はそれを察してちょっと無理やりに看病を始めて、マリンちゃんにおかゆとか作って、あん、で食べさせてくれる。それからある程度落ち着いてきたら部屋を出て行こうとするんだけどマリンちゃんが、布団からそっと出した指で服を掴んでて。もう少し、いて。って熱で顔を赤くして言うんだ。俺は詳しいんだ。 もう何度か言われてるけど普段無口でクール系の美少女が自分がどうすればいいか分からなくなって誰かに決めてくれって懇願するのはちょっとエッチすぎると思うの普通ならそのまま手ごめにしちゃうのにちゃんと相手を尊重する赤君マジでスパダリすぎるゆりの波動を感じるいいアクアちゃんはルビーに胸もまれててほしい性別が前世と違うから性的な行為に対して危機感があるし自分の恋愛対象が わからなくなってることを不瞰的に自重してたアクアが、アカネと出会ってデートとかしていくうちにときめいてくの、こう、なんとも言い難いんだけど、いい。初体験員初ホテル。アカネ君、こういうとこ来たことあるの。マリン、うーん、ないよ今の身体だと。シャワー後ベッドね、転び中。マリンさて、てん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 あんまりこっちでリードするのもあれだけど、 されるがままなのもな。できれば最高の初体験してあげたいな。てん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 やっぱ、ちょっとドキドキしてきた。てん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 。シャワー中。あかねだめだ。てん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 。興奮しすぎでしょ。自分した腹部に視線。優しくするって決めてるんだから。てん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 。落ち着いて。落ち着いて。てん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 。最高の初体験にしてあげないと。マリンちゃん普段は硬い服着てそうだけど、こういう場所の寝巻きだから防御力皆無なんだ。 これはギャップがやばいぞ、アカネ君。普段かっちりめの服に押し込まれているマシュマロがふんわりまろび出て、アカネ君釘付けになりそう。マリン、おかしい。アカネ君、何がマリン、アカネは私より年上なんだから、さん付けで呼ばれるのはおかしい。なんなら呼び捨てで構わない。アカネ君、ああまあ、いいんじゃない僕としても呼び捨ては。マリン、それじゃあ、なんか私が性格悪いみたいに見える。 年上の異性を扱き使ってるみたい。あかね君、僕は気にしないけどなあうんあじゃあマリンちゃんって呼ぶのはダメマリン、ちゃんづけ。あかね君、うん。マリンさんは可愛いしって、子供みたいかなマリン、いいよ、それで。あかね君、てマリン、あかねだけは、ちゃんづけでいい。あかね、復讐が罪だと言うなら、てん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 俺が全部しょってやる。わい知ってるんだ。 普段はマリンちゃんからキスするんだけど、復讐の道へ進もうとするマリンちゃんを止めるとき、初めて茜カネ君からキスするんだって、願望。良いよね。最後の最後で落ち切ってしまいそうなマリンちゃんを救うため、あえてマリンちゃんの前に立ち塞がって、普段のクールビューティーを投げ捨てた涙顔のマリンちゃんを真っ向から抱きしめてキスするシーン。その後、マリンも茜に抱きついてワンワン泣くんだ。 自分の中の乙女心が騒いだよ妄想。誰か料理上手な赤根くんに、赤根が作った方が美味しいだろうけど、って言いながら手料理をご馳走するマリンちゃんの話を書いて、絶対可愛いと思うんだ、震え声。赤根君が、美味しい美味しいって満面笑顔してたら、後ろから監督が、なんだ、マリンもうまくなったじゃねえか。と声かけてくるんだよね。マリンが、監督は黙ってて、とツンケンするけど。 それが、あかね君からは親しげにしてるように見えるんだ。東ブレの時の重曹ちゃんとあかね君の口喧嘩シーンで、ふーん。あかねって有馬に憧れてたんだ。有馬のこと、好き、なのかな勘違いオーアルム意識のうちに嫉妬して、あかね君の背中に頭を猫のようにぶつかるマリンちゃんはいませんかあかんあかねかけるアクアに無限の可能性を感じるぞ。マリン、ゴス。あかね君、あいった。 誰だって、マリンちゃんどうしたのマリン、別に、ゴスゴス。あかねき痛い、地味に痛い、ぐりぐりしちゃダメだって、背骨が、背骨が。